皆さんこんにちは。今回の動画はキャンピングトレーラーの水漏れ箇所の修理についてです。先日キャンプをしている時に、このスライドアウトのカーペットのこの部分ですね。この部分がちょっと濡れてるなっていうのに気がつきまして、最初はですね、犬が粗相したのか、あるいは何かをこぼしたのかなと思ってたんですけれども、翌日になってですね、もう一度ここ確認したら、少し湿ってるというか濡れてる感じがしました。それで一回拭いてまた濡れるのもおかしいなと思ってですね、外に出て確認をしてみたら、ちょうどこのスライドアウトの床の部分ですね、この範囲にかけてスライドアウトの外のところからわずかなんですけど、水が滴り落ちてるというのが確認できました。そこでですね、ここのケースの中に給水口の裏側があるんですけども、そこを確認すると、若干水が染み出てるなというのが確認できましたので、これで原因はですね、トレーラーの外側の給水口ホースをつなげる部分の裏側あたりからですね、何かの原因で、わずかに水が染み出てきてるんではないかなというふうに思いまして、修理をしてみたいと思います。場所です。シティウォーターコネクションのプラグの、おそらくですね、この裏にホースをつながっているところがあるんですけど、そこのところからポタポタとですね、少量の水がトレーラーの中に漏れ続けているということが分かりました。で、その結果、このスライダーとの床下あたりですね、ちょっと水が溜まっているということを発見しましたので、今日はそれを交換してみたいと思います。まずここのシリコンシーリングを剥がします。硬いものでやると傷めてしまうんで、気をつけながらやります。で、シリコン剥がしたら、今度はここのスクリュー、3点スクリューをですね、緩めてこれ全体を引き出します。のスクリューを外しました。で、これを引き抜いてみたいと思います。なかなか取れないな。引き抜いてみます。出てきましたね。昨日水が漏れてたのは多分この辺だと思うんですね。で、考えられるのは、ここの樹脂のバーツがひび割れているかもしれないということです。ここの部分を交換します。蓋をねじって外します。外したところです。これがですね、水がトレーラーの中に入っていく最初の配管です。で、ここのオーリングが悪いのか、あるいはここの樹脂のコネクターの部分にひびが入っているのか、いずれかだと思うんですけどもね、この部品を交換した方がいいかもしれません。コネクターに水圧をかけて実験してみたんですけども、このコネクターの部分からは漏れてないですね。ここ最初ここにひびかなんかあって漏れてるのかなと思ったんですけど、どこからも漏れてませんでした。で、次はこのネジ山の部分にですね、テフロンテープ、これを巻きつけて、実際にトレーラーにつなげて、水をつなげて、水が漏れるかどうか試してみたいと思います。ネジ山にテフロンテープを巻きつけました。トレーラーの配管ともう一度つなげ直しました。これで水を流してみます。一度水のホースをつなげてみました。しばらく時間が経って戻ってきました。ですね、心配していた水漏れの再発はなくなりました。やはりあれですね、ネジ山の部分と、締め付ける部分の隙間がちょっとできてたみたいですね。そこをテフロンテープで埋めて、微量の水漏れは治りました。以前はですね、もうこの辺から垂れてきて、タイヤのこの上に垂れてたんですけど、今見る限り全く大丈夫ですね。
水漏れは起きてません。これでどうやら治ったようです。